皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、とっさん TV とっさんでございます。今日はですね、電通の話、電通の部長に言われた一言ということで、また暴露シリーズね、いきたいと思います。これは私がですね、自分の、まあ、今思いっきりこんな傾いてる会社を創業した当時、今から16年ぐらい前かなのお話になりますけれども、まあ、懇意にしているところのね、担当者さんから、まあ、電通さんが、まあ、地元の業者を探してるんだけれども、ご紹介しましょうかと。ただ、まあ、うち一社ではなくてね、いろんな業者紹介しなきゃいけないんだけども、そのうちの一社としてどうですかっていうお話がありまして。で、まあ、まあ、会社作ったわけで仕事もないですから、よろしくお願いしますということで、まあ、電通さんとお会いしました。で、電通本社のですね、温度を取ってたのは電通本社の部長さんです。電通本社の部長って、まあ、普段仕事をしていると会う機会なんてないですよね。ビジネスの世界で言うと、やっぱり自分らよりも全然偉い人っていうイメージはあります。ただ、まあ、同じ人間ではありますからね。で、まあ、その当時まだ携帯がですね、まだスマホなんかなくて、携帯電話はどんどん普及していかなきゃいけないということで、お年寄り、地域に住むお年寄りたちに、その携帯電話を活用してもらうような、そういうプラン、大手のね、その、キャリアさんが、結託してというか、まあ、協力して、それを地域に、施策するというような、そういうビジネスがありまして。で、その一番末端のですね、実施部隊を探しているというところで、うちのような、できたばかりのちっちゃいベンチャーですね、に、白羽の矢が当たった。まあ、本当にね、くっそ安い、仕事でした。で、まだ会社も作ったばっかりで、もし電通と取引ができて、電通からね、入金とかもらえるようであれば、電通と取引してるっていうのをホームページに載せたりできるじゃないですか。っていう下心がありました。なんで、一応動いてみたんですけれども、実際に動いてみるとですね、もうオペレーションがむちゃくちゃで、他の業者さんももちろん入ってたんですけども、他の業者さんはもう、やっぱり、まあ全然僕より年上の方なんで、お金にしようと思って動いてないんですよね。もう適当にやって、数合わせして、電通に、報告を送ってるような感じで。で、まあ若かったので、僕まだ30ぐらいだったんで、若かったんで、そういうことはできなくて、まあクソ真面目にちゃんとオペレーション考えて、あと、ね、それをご案内するお年寄りの方にもご迷惑にならないようにということで、クソ真面目にやってたんですね。ただ、なんか途中からですね、なんか電通本体にもやる気がないぞっていうことがなんか自分なりに感じてきまして、で、一緒に、やってるというか、まあ別動態なんですけど、やってるその、もう医者さんの方のその仕事の取り組みなんかも見て、これ関わってていいのかなっていう思いがあったんですね。で、その時に電通がもっと、本腰入れてもっと、やってくれないかと。いうようなことを、我々に言ってきたんですけど、我々としては、まあ、今の、仕事量で、つかず離れずやりたいっていうのがあって、のらりくらりそこを交わしてたんですよね。ただ、板橋区のあるところにいるときにですね、電通本社から、まあ、私の携帯に部長さんから電話がありまして、で、今からちょっと、汐留の本社に来てくださいっていうわけですよ。で、5時45分ぐらいかなに電話があって、6時に来いって言うんですよね。いけるわけないじゃないですか。板橋区にいるんだから。で、すいません、行けませんって言ったら、いや、困るなみたいなことを言って圧力をかけてくるわけですね。で、実際に会いに行くわけです。そうすると、電通本社の、その部長さんと、電通東日本の課長さんかな係長さんかななんかわかんないですけど、部長さんよりも下の、格下の方ですね。二人いて。で、こっちの人と初めて会ったんですね、その。部長さんとは2回目で、こっちの人とは初めて会って。で、こっちの人は一言も喋らずにずーっとこうやってむすーっとしてるわけです。もう怖い雰囲気を漂わせてるんですよね。で、部長さんにニクニクしながら、今、仕事の方はどうですかみたいな感じで聞いてるんです。これですね、グッドコップとバッドコップって言いまして、片っぽがね、バッドコップで圧力をかけて、こっちがいい人を演じると、この人が味方のような気持ちになってきて、この人の言うことにイエスって答えてしまうっていう、そういうビジネス手法なんですね。で、それを知ってたので、あれ、俺グッドコップとバッドコップじゃねと思って、それや、電通とかがそんなことやるんだと思いながら、おー、面白いなと思って見てたわけです。なんで、知ってるんで全然何とも思わないわけですね。で、またひらひらい交わしてですね、その場退散しまして。
で、またつかず離れずで、まあ、最低限の分量の仕事をやらさせてもらってて、まあ、一番最初の、だからお話にあった量ですね。契約料をやらせてもらって、でも、電通としてはもっとお前ら、もっと、負担してくれっていう圧力が来て。で、また電通本社に呼ばれたんです。部長さんに呼ばれたんです。3回目です。電通本社行ってね、今度は部長さんと1対1。で、その時の部長さんが、まあ、機嫌が悪かったんですよね。で、なんで、もっと、こちらの、こう、追加の依頼に対して全然、こう、受けてくれないんだと。もう、本格的にうちはやってほしいんだと。私はこのビジネスにかけてるんだよ、みたいなこと言ってるわけです。でも、全然そんな雰囲気はないんですね。おそらくですね、ちょっと、窓際プロジェクトなんですよ。もう、なんで俺がこんなことやんなきゃいけないんだよっていうのが、もう、あった時からもう、その部長さんから滲み出てた。で、こっちも人間なんでね、バカじゃないんでわかるわけ。そういうのが。で、その部長さんがね、で、その部長さん現場に出てきたことも一回もないんだよ。で、その部長さんが、最後までのらりくらりしてる僕に業を煮やして言った言葉っていうのが、私は本来、あなたのような人間と何度も会うような人間じゃないんだ。僕に言ったんですよね。信じられます?信じられます?本当に。フリーズしてしまって、なんか、自分よりまあ年上の先輩じゃないですか。そのビジネス世界でね、上上下は関係なく、人間として自分の人生の先輩じゃないですか。当然自分よりも多少なりとも人間できてるという思いでこっちは接してるわけですよ。その人から出た言葉がそれだったんで、もう固まってしまって、なんだこいつと思って、イカれてるなと思いましたね。本当に。でも、降りようと思って。その場は去ったんですけども、その後、1回目の最後、結論のところですね。もうこの次更新しませんということをお伝えして。で、その時に、また連絡があったのは、その、電通東日本の方で、むすーって怖い顔をしてた方の、人からお電話があって、で、一回会えないかっていうことだったんですよ。で、まあ、もう、メールだったので、その後の連絡が。まあ、一回実際会って、まあ、ちゃんと、行ってもいいのかなと思って、お会いしに行って。で、お会いして話をしてたら、どうも様子が違うんですよね。なんか、ごめんねっていう雰囲気なんですよ。なんか無茶言っちゃったねって。で、こっちの社なんかいろいろ分かってるみたいで。で、どうやらその電通本社と電通東日本ってもう全然違う会社みたいで、いわゆるそのアイデンティティみたいなのが、その帰属意識が一緒じゃないらしいんですよね。で、電通本社は本当変わった会社でさ、みたいな感じで、まあ東日本も変わってるんだけどねって、なんかすごい、こんなね、大きい会社が物をお願いするのにすごい安くて、そっちの事情も考えずに、あれやれこれやれ言っちゃって本当申し訳なかったねって、ふうに言ってくれて。で、と思ってですね。で、僕その部長さんから実は、その前お会いした時に、部長さんからこんなことを言われて、でもびっくりしちゃって、それでもうちょっと辞めることにしたんですって話をしたら、もうその人ちょっと苦笑いしちゃって、って笑っちゃって、もう本当に申し訳ないっつって、僕に、みたいな若造にですね、ちゃんと頭を下げて、こう謝って、くれたんですけれども、まあ、それ以来、まあ、電通本社ってのは僕大嫌いですね。はい。二度と仕事、もう電通とは仕事しないと決めて、その後仕事しましたけど、まあ、一回も依頼来たことないですけども。で、電通東日本はなんかいい会社、みたいなですね。現金なイメージがついてます。ね、その部長さん、もう、ね、年齢的には多分、引退されてるかなとは思いますけれども、まあ、引退されてですね、ちょっと丸くなって、もうちょっと人間的に成長してくれりゃいいんじゃねえかなと思います。それではまた。